は中国の秘密結社。もともとは中国に広がる大運河の水運業ギルドだったが、時代が変わるにつれ一部が革命前の中国の暗黒面を代表する秘密結社になった。その一部は上海を支配し、アヘン、賭博、売春を主な資金源とした。その中でもアヘンを最大の資金源とし一時は中国全土の取引を支配した。 大運河鎖国をしていた清志は、解禁政策をとっており、江南地方から北京へ米を運ぶのに大運河を使用していた。船で米を運ぶ水夫たちは、その道中の困難さから必然的に団結しら境に影響されて結社を作った。最初は焦げ、パン、後にチンパンと呼ばれ、仲間内では、よ安木をアンケ呼ぶ、この組織は、 公文と同じく愛国的であり、表向き新朝政府に協力的であることを標榜したが、そもそも当時の中国政朝は結社を禁止しており、新朝政府は警戒していた。北京に米を運んだ後、帰りの空船に金製品である塩やアヘンを詰め込み、密売しては利益を得ていたことも原因である。アヘン戦争後、 五行が開港し上海経由で物資が海上輸送されるようになると水夫たちは職を失い、路頭に迷うようになった。こうした状況に対処するために組織を維持し、上海に進出していく。当時の上海一方で上海は列強諸国の疎開が誕生し商工業が急速に発展した。それにつられて中国各地から移民、流民が押し寄せてきた。彼らが 出身地ごとに団結し、組織を結成した。七つあったその組織は、統合が進み最終的に、広島とチンパンが残り、地下社会を支配するようになった。当時の上海の人口300万人のうち4分の1が、両組織に属していたと言われる。そのうちチンパンは、フランス疎開の娯楽施設、大世界の一帯を本拠地にしていた。この、大世界は、 非合法のあらゆる快楽が味わえる総合娯楽センターで1917年に親分の黄金栄が建設した。当時のチンパンの親分の黄金栄、都月賞、長少林の3人は上海では誰一人として知らない者はいなかった。特に最も弱年の都月賞は勢力が強くゴッドファーザー的な存在だった。1925年に大公使を設立し待ちの アヘン市場の独占を図り1930年代には、事実上、中国全土のアヘン流通を支配していた。軍閥が拡挙していた頃は、支配されていたが、国民党が北伐を開始し1927年に、到着すると司令官の蒋介石と共闘戦線を組み、4月12日の上海クーデターに協力して、多数の共産党員を処罰した。 それ以前より、小解析と義兄弟のちぎりを交わし交友を深めていたとされる、と月賞は、この功績から4月18日の南京国民政府成立時に将軍の地位を与えられた。1929年には銀行を設立し、フランス疎開内の莫大な資金を一手に吸い上げた。第一次上海事変しかし、日中戦争の激化、1937年の、 日本軍の上海占領が起こると、土月省は、蒋介石に従い脱出したが、張昇林はそのまま止まり、日本に協力し、そのため暗殺された。第二次世界大戦終結後の1945年、土月省は、上海に戻ったが、政府の審判への取り締まりもあって、かつての勢いをなくし国境内戦が共産党の勝利に終わった1949年に、 台湾や香港に脱出した。中国本土の地下組織は抑えられ、と月賞と一緒に香港に到着したチンパンも、1951年に彼がアヘン中毒のために死ぬと力を失い、1950年代半ばには消滅したと言われている。現在チンパンは主に台湾に分布し、1993年には社団法人、中華やスキオ会を設立。 2007年には組織の強化と拡大を掲げて、中華やすき予想会に改名した。不純義士滅素不純病死全人不純ひさげ広報水、不純陰水大、不純高古ンド不純夏未乱、寄付純バイト不純関東ジャイン不純大将、文子と不純大神、おさむじん、百亜を、牢屋氏、かひさし丹前副総統連戦総長が、宿ひさしエトディ新聞雲、 www.etoday.net t 2020年4月14日閲覧中華屋敷予想会2020年4月14日閲覧ありがとうございます